まあ本当に怖いですよね、霊障ってね。私にも今多分5、6体入ってますよ。患者さんのやつとかね。だから。全く入ってない人っていうのもいいですか？いますよ。今社長は全然入ってないよね。うちの奥さんなんかもよく入りますよね。人が変わりますよね。入ってた方がいいんですか？入ってない方がいいんですか？入ってない方がいいわけですね。これはあれですか？いいのもいるんですか？いいのよりは、こういう、整備を壊すような類は悪いやつですね。だから、毎日入らないように、まあ入ってもいいようにですね、洗剤式と一緒に、とことのかじりをやっぱりやるわけです。はい。とことのかじりをやったりとか、してやっていくわけですね。はい。潜在意識と常に一緒になって、潜在意識くんに、払いを一緒にしてもらうわけですね。だからそういった意味で、潜在意識くんっていうのと仲良くなるっていうのは、非常に大切になります。はい。まあ、一つちょっと変わった話をします。とことのかじりっていうのは、アマテラスオミカミっていう、10個の言葉を10回言うことですよね。そうですね。うん。その哲学は、マスミ哲学。まさに、澄み通る哲学なんですね。つまり、これは水の哲学なんです。はい、澄み渡るとかいうのはね。水の神様。例えば、雨の実、中主の神様の、雨のっていうのは一般的な名前だけど、実、中主っていうのは、実は、水。水を表すわけですね。そして、カムミ、ムスミ様。カムミムスヒ様とかね、サカミムスミヒ様とかの実がつくでしょ、実がね。じゃあ実がつくのは全部水なんですね。水と関係してますね。ではまずここにですね、人間の実態についての、お知らせをしておきましょうか。はい。まずこれはですね、私たちについて大切な知識であるとともに、潜在意識に対しても非常に大切な知識になりますね。人間の実態っていうのは、我々人間が並べる実態っていうのは、社長はぽっちゃり系の、どっちかというと、キャラクターっぽい体型をした人ですよね。マシュマロボディですね。マシュマロボディっていうやつですね。キティちゃんみたいな形をしてますよね。はい。キャラクターそっくりの。でもそれはね、人間が社長を眺める実態なんです。そうではなくて、神々が眺める、人間の実態っていうのがあるわけですね。はい。では神々が認める人間の実態とはどのように見えるのかね。人間は肉体を持っていますが、肉体を含めてこの中に隠されているもの全てが神々からご覧になられた人間の実態なんですね。だから神々から見ると人っていうのはただの肉体の外側だけが見えるわけじゃないんですよ。じゃあどのように見えます？肉体の、まあ見える部分は肉体ですけども、はい、見えない部分は一つの霊、霊っていうのは神のことですね。一霊四魂を持っています。人間の最も奥の中に、心の奥の奥の奥の底に一霊、すなわち、直比という尊いものが静まっているわけですね。はい。その直比を包んで、四魂っていう四つの魂が存在します。一霊四魂ですね。うん。マスミ哲学では、直比を、この直比を二というわけですね。二と呼ばれています。二。この二っていうのが、まあ、一霊四魂の一霊であって、人間の中にある神様の分け見玉のことなんですね。はい。まずじゃあこの一番大事なこの直比一霊について話します。私たちの一番深いところにあるね、最も奥の中に、まあ意識の最も深いところに大事にしまってあるのが、まあ蓋っていうものなんですけども、それは神様の性質である一霊、蓋の中には、仁義礼智信というような、誠に重要な人間の心そのものが入っているんです。すなわち神様の姿が入っているんですけども、この一霊を守っているものが誰でしょう？潜在意識でしょうね。
潜在意識をね、覗いてくるとね、